皆さん、プレベット、こんにちは。ナイスチャです。今日もよろしくお願いします。今回はまた文化の違いについて話したいと思います。で、具体的に言うと、結婚と結婚式の違いについて話したいと思います。で、日本との違いは、ざっくり言うと、ホテルで式を挙げない。で、会社の人を呼ばない。で、同期も呼ばない大学の同期で、2日間を祝います。それではロシア語圏の結婚式はどんな感じでしょうか。教会で式を挙げる人もいますけど、そんなに多くないので、一番ありがちなやり方を紹介します。とりあえず日本と違って、入籍と式を同じ日にやります。別々で、やらないんですよね。式を挙げない人だけは、入籍だけやりますね。でも基本的に、同じ日に入籍して、その後は式を挙げますね、同じ日次は結婚式の準備について話します。まずは女性のドレスですね。新郎が新婦のドレスを結婚式の日まで見てはダメです。もし新郎が新婦のドレスを見ちゃったら、家族生活は不幸になると言われています。なので、新婦が普通、お母さんか友達とドレスを選んでますでも逆に新婦が新郎のスーツを見ても大丈夫です次は結婚式の前日です。カップルが同棲しても前日は別々過ごさないといけないです。一番理想なのは2人とも実家に泊まります。その日は普通家族か友達と時間を過ごしますね。なんか最後の独身の夜です。そして次は当日ですね。ここは一番面白いです。朝になったら新婦が、6時7時に起きて、家で美容師を待っています。で、ロシアとかでは美容師がよく家に来ますね。特に結婚式の日ですね。で、美容師がメイクとヘアスタイルを整えて、9時になったら準備が完了ですね。で、9時くらいに新婦の一番親しい友達が来ます。で、新郎を待ってます。で、10時11時くらいに新郎が家族と友達と一緒に新婦の家に向かいます。でも簡単に入れないです。これから一番面白いことが始まります。新郎が到着したら迎えに行くのは新婦の友達です。で、新婦はその時家の中にいます。で、新婦の友達があらかじめ準備した難しい問題とかコンクールとかを新郎にやらせます。例えば2人に関する質問とか、例えばいつ初めて会ったか、初めて会った時に新婦がどんなドレスを着たか、新婦のためにダンスしてとか、大きい声で愛の詩を読んでとか、全部の問題は友達の想像によりますね。想像力がすごかったら、やばいことになりますねで、新郎が全部の問題を解けたら家の中に入れます。で、入ったら新婦のところに行って、で、そこで感動的なシーンになりますね。その後はみんなが綺麗に飾られた車でカメラマンと一緒に結婚を登録する場所に向かいます。その場所はロシア語ではザクスと言いますね。で、そこで教会と同じように誓って、
サインして入籍して写真撮って、でその後は町にあるあのいろんな綺麗なところを回ります。でそこでなんか記念のための写真を撮ったり、あのお酒飲んだり、まあ、楽しんでいますね、みんなが。まあ一応その町の綺麗なところを回ることは、それはまあ写真を撮るためですね。でそれはあの夜の6時くらいまで続きます。その後はレストランに向かって、でレストランに入る前に新婦と新郎がちょっとシャンパンを飲んで、で飲んだグラスをあの割ります。でなぜかというと幸せになるため、まあそういう迷信がありますね。あのグラス割ったら、まあ幸せが家族に来ます、そんな感じ。レストランではもちろん食べたり飲んだり、まあダンスしたりコンクールやったり、お祝いのスピーチ言ったり、プレゼントあげたりしますね。でお祝いのスピーチなんですけど、あの全員言わないといけないです。でスピーチを言った後プレゼントを渡しますね、直接新婦と新郎に。まあプレゼントは基本的にお金ですね。であの司会者は基本的にあの外注の人です。でその人はみんなをあの楽しませますね。コンクールやらせますとか。でレストランでは絶対にやらないといけないことは2つがあります。1、新婦を盗むこと。2、新婦の靴を盗むこと。であの新婦と靴を戻すために進路がまたなんか問題を解けないといけないか、恥ずかしいコンクールに参加しないといけないか。で進路があのまあやらないかやれない場合は、あの進路の親友がやります。やりたくなくても。祝いはあの夜の12時まで続きますね。その後はみんな帰ります。で次の日に続きがあります。まあ、基本的にあの1日目に参加した人の以外にあのその日呼ばれなかった人もあの呼びます。で普通はあの自然なところに、まあ、バーベキューとかをやりに行きますね。ちなみに日本と違ってあの会社の人とかあの大学の同期をあの呼ぶ文化がないんですね。まあ友達じゃなければ、まあ例えば会社の人、まあ、同僚はあの友達だったら、それとも大学の同期はまあ友達だったら、まあ、親しい友達ですね。それとも上司とすごくいい関係だったら、まあ、呼びますね。それ以外は呼ばないですね。でそしてケーキを作る人とあのメイクとヘアスタイルあのやる美容師、そしてカメラマンとあの司会者はあの全員外注の人です。まあ、基本的にフリーランスの人ですね。なんかインターネットで探したらあの、まあ、やり取りして来てくださいとかという感じであの、まあ、雇いますね。あとは結婚式の値段は日本と比べたらまあ全然安いですね。まあ30全部で多分30万くらいですかね。今回は以上です。ロシア語圏風の結婚式はどうでしたか。まあ気に入っていただいたら嬉しいです。の動画が気に入ったらあの LIKE とフォローお願いします。また会いましょう。パカパカ。